こんにちは、だるまです。どうもどうも。今日はですね、セリで生きたヒイカを買いました。大きいのはなんかベイカも混ざってるそうなんですけども、まあまとめて作っちゃおうかなと思います。何を作るかと言いますと、今日はヒイカのお気づけですね。まあ実際家に持って帰ってつけるので、お気づけじゃないやろうって言われたらそうなんですけども、そこはまあちょっと多めに見ていただいて、どんな風に作るのかご覧になっていただければなと思います。まあすぐできるので、新鮮なイカが手に入ったら実際やってみていただければなと思います。この後あっという間にできますので、ぜひご覧になってください。それではどうぞどうぞ。ちょっと時間が余りましたけど始まります。それではこのイカを一気に入れていきます。はい、よいしょ。すでに美味しそうですね。ちょっとこうやって全体を混ぜて、なじませて、で小分けにして一回冷凍してから食べようと思います。こんな感じです。美味しそう。酒は今日はちょっとな調子悪いんか。いやいや、今からしようと思ってあったが痛いやんか。いいかのお気づけには酒やんな。酒いるわな。はい、OK、はい、できた。はい、できた。先飲むかい今日はね、はい、いいかのお気づけな、うん、なんか柔らかそうな、はあ、かわいい、ちっちゃいの、一口で食べれそうな、ちっちゃいの言ってくれるかな、うん、これちっちゃいの、はいはい、これちょっと見せとこうか。でーん、どれ、はい、ヒイカのお気づけでーす一口でいけるか、目と口取っとうから、うん、こうも抜いとうから、うん、何も当たらんやろ。ちょっと辛い。え、うん、辛い、辛いことない。辛いも入れてないで、うん、柔らかい。そやろ、うん、うん、イカのお気づけを食べてもらいました、うん、これはね、これやっぱ酒が合うやろ。酒が合いますよな、飲んだわ、うん、こういうのには酒がね、うん、合うので。熱いでしょ、うん、というわけでイカのお気づけでした。はい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 。